貨物フォワーダーとは、貨物利用運送事業者のことであり、荷主から貨物を預かり、他の業者の運送手段を利用し、運送を引き受ける事業者を指す。一般的には、貨物利用運送事業者のうち国際輸送を取り扱う業者を指す。フォワーダーというのは、それ自体は運送を直接的には行わない業者であり、いわば物流網のエキスパートという役割を担っている業者である。 航空輸送を得意とする業者を、エアフレートフォワーダー、海上輸送を得意とする業者を、んパクと呼ぶこともある。荷物をアメリカから、あるいは、アメリカへと運ぶ業者は、米国の EN、フェデラルマリタイムコミッションから、EN、オーシャントランスポーテーションインターミディリーのライセンスを得なければならない。オーシャントラスポーオーシャントランスポーテーションインターミディリーには、オーシャンフレートフォワーダーと、ノンベッセル、 オペレーティングコモンキャリアがある。オーシャンフレートフォワーダーは、米国からの貨物を一般運送業者を介して、発送したり、仮想人に代わって、それらの貨物用のスペースを予約したり手配する、米国内の個人、または、企業、と定義されている。オーシャンフレートフォワーダーは、貨物関連の文書の作成及び事務処理を行う。一方、運ばくの方は、 海上輸送を提供するために一般に向けて独自の船に証券または同等の文書を発行するが貨物を輸送する船舶を運航しない運送業者または貨物の移動に関与する船舶運航の一般運送業者と関係のある二層人と定義されている荷物を送りたい顧客は用途ごとに船舶、航空機を使い分けることを望んでいるので ほとんどのフォワーダーが現在は、航空、海上双方のサービスを取り扱っている。日系のフォワーダーも利用でき、世界の大手フォワーダーの日本支店も利用できる。船会社の代理店業務から多種な業務に派生し、現在に至っている。大手としては日本通運、近鉄エクスプレスなど。日本では、利用航空運送事業者、航空貨物混載業者などの名称で呼ばれる。 航空会社の貨物代理店業務を本来の趣旨として発足。不特定多数の荷主から集めた貨物を集約し、同一空港宛ての貨物をまとめて、航空会社と輸送契約を結ぶ。航空会社からは、スケールメリットを生かした輸送運賃を仕入れることができる。また、個別荷主の実重量と容積重量を組み合わせることで、混載差益を発生させることができる。 現在では、通関業務、集配送業務、倉庫業務なども行っている。日経大手としては、日本通運、近鉄エクスプレス、優先ロジスティクスで50%近い業界シェアを占めている。ありがとうございます。